次のテーマに行きたいと思います、プロサッカー選手の一日のスケジュールはというところなんですが、まあいろいろあると思うんですよね。オフの時とか、まあ練習がある日とか、まあその辺でちょっとお話伺いたいと思います。お願いします。はい、たくま、練習がある時はどんな感じなの？練習、まあこれどこから喋るんですか？朝起きてからですか？あ、まあ朝起きてっていうか練習が何時からでみたいな。今練習9時半で、うん、でまあ基本的に1時間前ぐらいに行くようにして家出るんですけど、でまあ着いてちょっと準備して、でまあ練習はだいたい11時から12時の間ぐらいに終わるんで、うん、でまあそこからご飯食べて、まあ、シャワー浴びて、でまあ週に1回2回ぐらいそのスポンサーさんのとこのジム行ったりして、でまあちょっと体のケア行くとき、まあ週1回2回ぐらいそれ、まあ行って、でまあそれ全部終わっても、まあ、4時とかなんで、でまあそこからはもうフリーって感じです。フリー怪しいな何してんのフリー。いやでもほんまに家帰ってきてもうゴロゴロしてるっすね俺は。なんか試合見たりとかそういう感じか。そう、まあでも試合あんま見ないっすね俺。ああ、まあでも俺もそうだった。試合あんま見ないタイプだったな。だからほんまに映画見たり、ああ、とかぐらいじゃないですかね。YouTube 見たりとかね。そうそうそう。うん、でまあ時間だったら夜食べて温泉行ったりとか。夜飯どうしてんの？作ってんの自分で？いや、たまにっすね、ほんまに。今はさ、コロナがあるからさ、外食そんなできないじゃん。はいはいはい、そうですね。だからまあ、家で作るのも多くなったりさ、あ、テイクアウトとか。テイクアウトとかだったり。普通のコロナがない時期とかはさ、それは岡山の時もそうだしさ、はい、もうほぼ外食みたいな。あ、でも岡山の時は、寮があったんで、ご飯、食堂で、食べて、まあでも週に 1,2 回ぐらいはの選手と年近い選手と先輩たかって、まあたかってって言い方よくないですけど、え先輩ご飯連れてってもらったり、うんうん、結構よくしてもらってるお店とかもあったんで、そこを選手何人かで、スポンサーなのそれ。そうですね、はい、そこ行ったりっていうのはありましたね。で、財布忘れたっつってえ、そんな立ち悪いことしないです財布はしっかり入れてってます、うん、でも財布はもうポケットから出さないし、だっていや一応手には持ってますいやそれ出すふりしないとねいやでもまああれなんだ、じゃあ外食が半分ぐらいでみたいな。そうですね、結構外食多いですね。あ、じゃあもう半分以上か。まあでもなんか結構気に、そういうの気にしてくれて出してくれるお店、うん、ああそこのスポンサーのところは、はい、まあ、そういうなんか、ね、アスリート用の感じでバランスとか考えて、はいはい、カロリーとか作ってくれてみたいな、まあ、それだったらいい、うん、てかそれだったらむしろ別に自分で作らんでもさ、うん、いろいろやってくれるからいいよね。そうですね、なんか自分で作るってなったらもう一品とか二品頑張って2品とかしか作れないじゃないですか。ああ、うん、でもなんか1回で全部使い切っちゃうから。ああ、買い物行ってとか、はい、まあ、そういうのができない、ね、やり方は分かんないです、うん、お前勉強しろよそういうことね。武田選手、なんか得意な料理なんかありますか？まあ鍋っすね。いやお前鍋ってさ、お前絶対あれじゃん、なんか元買って
あれでしょ、もう切って詰め込むだけ、はい終わりみたいな感じでしょ。そうです。もうなんか鍋の味だけ変えるみたいな。日によって。ちなみに一番好きな鍋の味は何ですか？いやもう水炊きっす。ああなるほど、もうそうですね。自分は。お前それ作ってって言わねえから。入れてるっす。入れてるだけ。武田選手さらに聞きますけど、カット野菜とか買ってるんですか？ちゃんとカットはしてますか？あ、自分で切ってますよ。あ、よかったです。さすがに鍋のやつ、いや、売ってますよ、今は。今はあのお忙しいお母さんのために。ああ、そうなんですか。はい。あの、ちょっと見てみてください。はい、わかりました。売ってますんで、鍋野菜っていう感じで。はい。うん、まあでもまあ、練習の時はそんな感じやな。どうっすか？オフの時は週1で勝負。そうですね。試合あって、リカバリーしておくみたいな感じなんで。ああ、じゃあリカバリーの日はさ、だってほぼもうリカバリーして終わりだもんね。そうですね。まあ試合出てる人らはリカバリーして、まあケアとか。はい。まあベンチ外とかの人らは次の日練習試合やったりとか。ああ、じゃあオフの日何してんの？オフはまあなんか。観光行ったり。観光？嘘でしょお前。当たり前じゃないですか。え？岩手。いやまあ岩手1年目なんで。ああ。なんかやっぱちょっと行きたくなるじゃないですか、そういう。え、岡山の時は何してたん、オフ？岡山の時、いやでもなんか同期の子となんかどっか行ったりとか。あ、買い物行ったりとか。買い物行ったりとか、ゴロ ずっとゴロゴロみたいな。ああ、まあね、しんどいもんね。うん。体。武田選手、その観光なんですけど、はい。それは何ですか、なんか風景を、綺麗な風景を見に行く、そういう感じなんですか？そうですね。とか、あ、でも、その選手何人かで、キャンプとかバーベキューとかは結構何回か行きましたね、岩手でも。おえ、なん かカメラとか撮ったりするんですか？なんかそういう綺麗な風景をこうパシャッと携帯のスマホでとか。まあそんなめちゃめちゃはしないですけど、まあはい、たまにするぐらいです。まあでも行ったら写真は撮りますよ、ね。あとはバーベキューとかもなんかそのなんかちょっとしたご当地のそのなんか美味しいお肉を買ってちょっとみんなで食べようっていう感じなんですか？ご当地のお肉っていうかまあ普通にスーパーに売ってるようなお肉ですけど、まあ火自分らで起こして店頭設営してみたいな。でまあ行くみたいな。あのなんかよく流行ってるそのなんかキャンプ。そうっす。キャンプ今流行ってるやつっす、ね。キャンピングみたいなよね。そうっす。そういうことね。まあでも本当あれだね。一日のスケジュールやっぱ練習あるときはやっぱあれだね。結構過密日程だね。そうっすね。まあそれに2ブレンあるときもあるんで。ああそうだよね。うん、あーでも大変だよね、うん、自分の体のケアもしなきゃいけないしさ、ね、補強のトレーニングもしなきゃいけないからさ、うん、あーすげえと思うわ本当に。今回はこのテーマはプロサッカー選手の1日のスケジュールはということでお伺いいたしました。